神奈川県厚木市の宿泊療養施設で運営スタッフ7人がインド型の変異ウイルスに感染したことが分かりました。神奈川県によりますと厚木市の宿泊療養施設で20代から60代の運営スタッフ11人が新型コロナに感染しました。このうち7人がインド型の変異ウイルスに感染していることが確認され、 症状が出ている2人の検査結果を待っているということですこれを受けて県はこの施設でインド型のクラスターが発生したと発表しました入所者は全員すでに別の施設に移っています運営スタッフと接触があった人への二次感染は確認されていません